優勝戦一号艇峰竜太選手です。優失おめでとうございます。ありがとうございます。この二十六号機、早い段階で上向くことができましたか。そうですね。あのいいところを見つけたんで、プロペラで、はい、あの、なんであの。いい状態をずっとキープできてますね。あそうなんですね。具体的に言うとすると、どういうところがいいですか。やっぱりまくり出し行くときの足とかが、船の向きとか、出足とか、まで伸びも <laughs>、うん。 いい方ですね。はい。ではもう文句なしという感じで。そうですね。はい。はい。優勝戦に向けても微調整ぐらいになりますかね。そうですね。微調整していきたいと思います。はい。ミ、え、ネ、ー、選手、今節はスタートタイミングまずまず揃ったいいタイミングです。これは肝通り。 いやー勘より届いてないですねもう勘だけで言うともっと全然速いスターと言ってるつもりなんですけども、はい、やっぱり風とか、はい、気温とかで結構下がってしまうんで<っ>明日は遅れないように行きたいなと思ってますはいそれでは最後にカラツの連覇をかけましてファンの皆様にお願いします連日たくさんのファンの方が本場まで来て手を振ってくれているのがすごくありがたいですそんなファンのためにも明日はしっかり逃げて優勝したいなと思ってますんで 本庄まで来て優勝してあの星に来てくださいお願いします二号艇上野信之介選手です勇室おめでとうございますありがとうございますあの最初の方の三連勝したあたりですねフラというのはいかがでしたか、はい、いや出足はもう言うことないんですけど、はい、伸びがでたらめ悪いですねあそうですかはい今の状態はいかがでしょうもう伸びはないです全くああそうですか はい、出足はずっといい状態をキープしていますかいやちょっと伸びに寄せてるんですけど体幹は伸びの方に寄ってるんですけど、はい、ちょっと伸びられますだいぶあそうなんですねまあの部品の交換とか整備とかありましたけれども優勝戦に向けてはどういう方法いやもう正直きついですだいぶあそうですかスタートするときとかはどうですか、はい、やりづらいですね伸びに寄せてる うん、つもりなんで自分的には、はいえー、だいぶやりづらくして伸びをつけてるつもりなんですけど、はい、悪いですねあいつもの走る感じとは違ういつもの感じにするともうすんごい下がりますあそうなんですね、はい、優勝戦は二号程度になりましたがこの出足を生かしていける枠番ではあると思いますがいやまあ進入がちょっとどうかなっていうのもあるんではいそうですね、うん、もう普通にやったら普通に締められますね あそうですかピット離れもあまり、はい、ピット離れもなんか調子悪いですね、うん、エンジンが。緊張してますかね。緊張してますか、はい、<laughs> スタートの感というのはやっぱりちょっと差がありますだいぶずれますね、本当にゼロ台いってるつもりなんで、はい、はい、本当に、うん、は体調が悪そうです、エンジンの。あそうですか、はい、では優勝戦、最後ね、あと一つというところですので。 意気込みをファンの皆様にお願いします。はい、一番だけぶちまくりたいと思います。三号艇深川真二選手です。優勝おめでとうございます、はい。ありがとうございます。はい、えー、深川選手準優勝戦素晴らしい差しでした。この四十八号機の仕上がりというのはグッとこうターンが向くような足に仕上がっていますか。そうですね。その辺はいいんですけどね。はい、はい。どこか気になるところあります。 うんもう少し行き足が欲しいなという感じがしますけどね。あそうですか、はい、行き足の部分はあの、まあ、いつもいいなというところよりちょっとそうですねちょっと甘いかなという感じがしますけど、はい、<laughs> スタートのタイミングはまずまず決まってますけれども、ここの関東の前則で言ったら今日みたいなゼロ代前半とか中盤になるんですけど、はい、見え方がね、ちょっと気持ち悪いんで、はい、掘ったらやっぱり。 遅くななりますねなるほど、はい、そのあたりつけていきたいところだと思いますけれどもそうですね、はいはい、優勝戦に向けてはどのような作業になっていきそうですか、うん、そうですねまあ、うん、ちょっと乗ってみて気温とか気圧とか、うん、見ながらちょっとプロペラをちょこちょことするぐらいですかね。のりですねはい、はい、コースなんですけれどもね3号艇になりましたあのコース乗りというのはどうでしょう。 うんそうですねどうしましょうかねまだ決めてません決めてません <laughs>、えー、出てからという感じでしょか、ねはい出てから決めますはいそれでは最後にファンの皆様にメッセージをお願いしますはい、えー、最後まで一生懸命頑張りますんで応援よろしくお願いします